おけらは、黒川博之の小説。ヤクザの桑原と建設コンサルタントの二宮がコンビを組む薬病神シリーズの第四作となる。本作を原作としたテレビドラマも制作されている。新潮社の雑誌、週刊新潮において、2007年7月12日号から2008年8月28日号まで掲載された。 2009年7月に新潮社から単行本が刊行、2012年2月に新潮文庫から文庫本が刊行、2015年11月には角川文庫から文庫本が再販された。2016年に BS スカッパーでテレビドラマ化された。建設コンサルタントの二宮が薬病神のヤクザ・桑原に頼まれたのは修教授の住職である木場から、 キバが制作したスカーフ3000枚を買い取ること。クワラの狙いはスカーフの絵柄にもなっている伝房春へ教授の周波宝物の絵巻物、懐海聖人絵伝上、中、下巻だった。クワハラはまんまとキバから絵巻物の上巻を奪い取る。しかし直後、なぜか生活安全課の刑事、ミノが介入してきた挙句、絵巻物も偽物だったことがわかる。クワハラは、 新たな策を練り、本物の絵巻物を入手する。これで、自分はお役御めと思っていた、二宮のもとに、新宿の勢い枠組のヤクザが送り込まれる。事務所に戻れなくなってしまった二宮は、絵巻物に1億円の値段をつけた、合唱、冷えたに会うという桑原に同行して、東京に行く。二宮はそこで、絵巻物と金をめぐる、さらなる争いに巻き込まれていく。 オケラのタイトルで2016年2月19日から3月18日まで毎週金曜日21時から22時に BS スカッパーとスカッパー 4K 統合で放送された北村一輝と浜田だけの W 主演2015年に放送された波紋に続くテレビドラマ第2弾となる原作はオケラの後に波紋が刊行されたのに対し 逆の順番で映像化された。島田や森山の肩書きが原作とは異なる。第5話では原作者の黒川博之が喫茶店のマスター役で亀を出演した。ゲストオケラに関するカテゴリー。ありがとうございます。